こんにちは、ココアです。今日は前回の動画でフリマアプリのことについて皆さんにアンケートを取ったと思うんですけど、その動画にグッドボタンしていただいた方、皆さんありがとうございました。ということでね、今回はそのフリマアプリをやるっていう企画を実際にやってみるっていうことになったので、今回はそのフリマアプリで売っていくものの紹介と、あと注意事項だったり、いつフリマを開始するのかっていうことと、どのサイトを使うのかっていうことについてをお話ししていきたいなと思います。で、今回は最初に売るものを紹介していって、で最後に売るものを紹介した後にどんな感じで売るのかっていうことと、注意事項だったりいろいろねお話ししたいなと思うので、かなり重要なことになっているので、ぜひね最後まで見ていってください。必ず最後までご覧ください。でもしね買いたいって思った人はグッドボタンよろしくお願いします。自分の着なくなったものとかいらなくなったものとか結構取っておいていたので、いろいろねあったんですけど、その中からだいたい10点ぐらいを選んでみました。いろいろバッグとか服とかいろんなブランドね、プチプラなものからハイブランドのものまであるので、ぜひね最後まで見ていってください。で、今後もし売れたりとかした場合はまたどんどん売っていくものを増やしていったりとかして、また動画でそれをね紹介したいなと思うので、そちらの次回のフリマの方も楽しみにしていただけると嬉しいです。で、今回はとりあえず様子見ということで10点だけ紹介をして売っていきたいなと思っています。で、この企画はねずっとやりたいなと思っていて、で前の動画でいろんな方にグッドボタンをしていただいたので、だいたい100人前後の人が欲しいと言ってくれたので、なのでちょっと売っていきたいなと思っています。で、後でお値段とかは言っていくんですけど、私の動画を見てくれている方は中学生とか高校生の方から大学生とか大人の方まで、いろんな幅広い年代の方がいるんですけど、結構ねいろんな年代の方から欲しいっていう感じで言っていただいたので、すごく嬉しかったです。で、やっぱりねハイブランドのものとかだとそんなに安いお値段とかでは出せないかなと思うんですけど、ぜひね最後まで見ていてください。ということで、この動画が気になったという方で、私の動画のチャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてから見ていってください。ということで、早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ということでやっていきます。まずね、結構いろんなものをから選んでみたんですけど、じゃん、はい、こんな感じでね、たくさんこの中に洋服が入っているんですけど、はい、こちら、これをね用意してみました。じゃあこの中から一つずつ紹介をしていきたいなと思います。まず1個目がプラダになります。本当にブランドはバラバラになるんですけど、まず一つ目がじゃじゃん、はい、こちらです。こんな感じのねショルダーバッグになるんですけど、私が持ってみるとこういう感じで、今長さは中間ぐらい、こういう感じで、ね、サイズ調節ができるんですけど、ちょっとこんな感じ、ちょっと今下がねパジャマってことがバレるんですけど、これぐらいの中間で長さなので、もう少しこれぐらい短めに持つことができるかなと思います。まあ今は結構短めに持った方が可愛いかなと思うんですけど、こんな感じのね、まず1個目はショルダーバッグになってます。これはショルダーバッグとして使うっていう感じのものになっているんですけど、こういう感じで結構濃いめの私が大好きなピンクになってます。で、これはだいたい5回とかぐらいとかしか使ってないので、めちゃめちゃね、綺麗です。なのでこういう感じですごくいいと思います。で、こういうねナイロン素材なので結構汚れとかもつきにくかったりとか、雨の日とかにも使えるし、気軽に使えるバッグかなって思います。で、ナイロン素材なのでやっぱりちょっとカジュアルな感じとかに合わせた方が私は可愛いかなと思うんですけど、ピンクなのでガーリーな感じに合わせても可愛いと思います。で、中ポケットが1つこういう感じでファスナーポケットがついているので結構便利になってます。中ね汚れとかは特にないっていう感じでめっちゃ綺麗です。で、こういう感じでポケットもついてて、街も結構あるのですごく入れやすいバッグかなと思います。で、この部分がナイロンなんですけど、この底の部分がレザーになってて、あとショルダーの部分もレザーになっています。ショルダーの部分は取り外しが簡単にできるのでポーチとして使ってもいいかなと思います。だいたいこれお値段が4万前後で売っていきたいなと思っています。で、ポケットが前にもう一つついていて、
中ね、こんな感じです。中にもロゴがついていて、結構使いやすい形なんじゃないかなと思います。で、プラダのロゴもここについています。私はこのロゴがね、すごく好きなんですけど、こういう感じです。こういう横長の小さめのバッグに見えると思うんですけど、なんか意外と荷物が入るので、あとサイズ感とかが気になるっていう方は、これを売る出品ページにサイズ感とかは記載しているので、そちらを参考にしていただけたらなと思います。で、そのサイズなんですけど、実際に測って記載とかはしているんですけど、やっぱりちょっと誤差とかはあるかなと思うんですけど、そこら辺もご了承していただける方にご購入いただきたいなと思っています。はい、ということでね、まず一つ目はこんな感じでした。ぜひね、皆さん買ってください。ということで次、はい、続いて2点目なんですけど、2点目はフェンディのものを紹介していきます。こちらです。じゃん。これは一度も履いていないものになってて、お店でね、試着したものになっているんですけど、これはなんか内側がこういう風にちょっとわかるかな、黄色くなっているんですけど、なんか全体的に黄色くなっているので、多分デニムの色とかだと思うんですけど、こういう部分とかも多分デニムの色なんだと思うんですけど、こんな感じのね、これは一回も履いてないので、すごく綺麗なものになっています。で、フェンディのものなんですけど、ちょっと撮ってみるとこんな感じのね、なんかワイドパンツみたいな感じで、結構太めのパンツになります。で、これもサイズ感とか全部書いているので、ぜひ見てみてください。こんな感じでね、後ろにフェンディのロゴが小さくついていて、結構さりげない感じで可愛いかなと思います。で、この部分なんですけど、この部分はデザインになっていて、こう折っているデザインになっているので、ここを外して着るっていうことはできない感じなんですけど、こういう感じのね、結構厚手のデニムになっていて、すごくしっかりした感じのデニムになっています。結構濃いめのネイビーっていう感じで、すごくこれはいろんな服に合わせやすいと思います。春夏の商品で買ったんですけど、これはなんで着ていないかっていうと、すごくお店の人に勧められて、これを着やすいって言われて買ったんですけど、なんかこれを買った時はこういうのを着てみてもいいかなって自分的には思ってたんですけど、なんか買った結果やっぱりあんまり好みではなかったので、でもすごくね、これ着やすいと思うので、めっちゃいいと思います。普通になんかこういうデニムが好きっていう方は可愛く着られるんじゃないかなと思います。こんな感じで結構太めのデニムになっててっていう感じです。で、ちなみにこれは世界の子供服が売っているマメールっていうお店、セレクトショップみたいなところがあるんですけど、そこで購入をしたものになっているので、キッズサイズになっているんですけど、全然私160センチとかなんですけど着れるので、まあ、キッズサイズのものでもこういう実際に着た感じの丈感とかは説明の方に書いているので、レディースの S サイズっていう感じで表記をしています。なので、そのサイズを見て買っていただけたらなと思うんですけど、本当にこれはすごく着やすいかなって思うし、可愛いのでおすすめです。で、これは春夏物なので、これからの季節にね、たくさん着られるかなと思います。デニムなんですけど、この結構隙間が空いているというか、着ると開くので涼しくは着られるかなと思います。で、これがだいたい5万円ぐらいとかで売っていけたらいいなと思っています。これからちょっとお値段とかを決めるんですけど、だいたいのお値段で言っていきます。はい、ということでね、2点目はこちらのフェンディのパンツでした。ぜひ着ていただける方買ってください。ということで次、はい、そしたら次はこのデニムのパンツに合わせるように私が購入したものになっています。すごくね、お店の人にもこういう合わせ方をしたら可愛いって言われたので、買ってセットで着るとね、可愛いかなと思うので、まあ、バラバラに買っていただいてもいいんですけど、セットで買っていただけると可愛く着ていただけるかなと思います。で、このシリーズ結構あるので、ちょっとどんどんね、紹介していきたいなと思います。続いて3点目がじゃじゃん。はい、こちらです。じゃん。このね、部分とさっき紹介したデニムのこのお尻の部分が同じデザインになっているんですけど、で、これとこれで合わせるとなんかダボっとした
上下ともダボっとした感じなんですけど、それがねすごく可愛く着られると思います。めちゃめちゃね合うので、これ一緒にぜひ買ってください。でこの上もだいたい5万円ぐらいで売りたいなと思っています。これは1回だけ着たんですけど、このボタンの部分に写真をね載せておくんですけど、ちょっと小さなシミと、あと脇の部分に少し小さいシミ、本当によく見ないとわからないっていう感じなんですけど、ちょっとだけシミがあるっていう感じで、こんな感じですごく可愛いです。これも同じフェンディのロゴがねここについてて、セットで着てもいいし、バラバラに着ても可愛いと思うんですけど、これは白で無地なので本当にいろんな服に合わせやすいかなって思います。でサイズ感はこういう感じ、そんなに長くなくて若干後ろが長いっていう感じで、このね感じがすごく可愛いと思います。でちなみに今ねこれフェンディのお洋服を着て撮影をしているんですけど、これは最近購入した今年の新しく買ったものになってます。またね購入品紹介でアップするので、ぜひ楽しみにしていてください。いろいろねフェンディでまたお買い物したので、こんな感じで着ているんですけど、はい、こちらのねめっちゃ可愛いと思います。タンクトップで袖がない感じで、フリルがついている感じで、シャツブラウスなんですけど、こういうボタンがついていてっていう感じのものになってます。すごくふわっとする感じで、白なのですごく夏らしく着てもらえるかなと思います。はい、ということでね3点目はこんな感じのフェンディのブラウスでした。ということで次、はい、そしたら次もう一点このシリーズのもので買ったものがあるんですけど、結構私はシリーズで買ったりする洋服が多くて、続いてはワンピースになります。全くね柄が同じ感じなんですけど、続いて紹介していくのがじゃじゃん、はい、こちらです。こんな感じ、結構ね丈は長めなのかなと思います。だいたい160センチぐらいで、膝ちょっと上ぐらいの長さになってて、こんな感じです。これも結構シンプルな感じで可愛いし着やすいかなと思います。なんか今回はちょっと私の持っているハイブランドはすごく個性的なものとかも多かったりするので、今回選んでみたものはちょっと着やすいかなって思うものを中心に選んでみました。あとはちょっと個性的なものもあったりはするんですけど、こんな感じのね、これもここが全く同じ感じで、まあ3点セットで私は買ったんですけど、こんな感じでね、これもすごく可愛いと思います。ブルーと白、薄いブルーと白のボーダーになっていて、でこの胸のあたりとか背中のちょっとした部分はこういう風にボーダーなんですけど、このスカートの部分はストライプになっている感じのものになってて、すごくね爽やかな感じで着てもらえると思います。形はさっきのブラウスと似た感じでこんな感じなんですけど、これも前が短くて後ろが少しだけ長いっていう感じで、すごくおしゃれに着られると思います。これもなんかすごく着やすいかなって思うのでおすすめです。でこれもだいたい5万円ぐらいとかで売りたいなと考えています。これはだいたい2回ぐらい着たんですけど、本当に綺麗な感じで、こういう感じ、目立った汚れはないんですけど、この袖の少し小さい部分に、これも写真に載せておくんですけど、少しシミがあります。こんな感じです。ちょっとシミがあるって感じなのでそんなに目立たないんですけど、こういう感じになってます。この胸から下の部分がふわっとする感じで、すごくシルエットが綺麗に見えるので、めっちゃこれはおすすめです。私はちょっと今は着ないかなって感じなんですけど、ぜひ着ていただける方購入待ってます。はい、ということでね4点目はこちらのフェンディのワンピースでした。これは、3点セットで買っていただかなくても大丈夫なんですけど、バラバラに出品をしておくので、もし欲しいという方いたら買ってみてください。ということでこれでフェンディは、今回のフェンディのものは以上になります。またねどんどん売っていって売れていったりしたら、いろいろ出品していきたいなと考えているんですけど、今回出していくものはこんな感じです。で次はちょっと安めのものを紹介していきます。
ハイブランドではないんですけど、少し高めのブランドということで、めっちゃねこれも可愛いのでおすすめなんですけど、続いてラルフローレンのものになってます。結構ラルフローレンでもお買い物をしていたのであるんですけど、こちらです。じゃん。これもキッズサイズの160センチっていうサイズなんですけど、全然大人の方でも着れるかなと思います。ですごくね大人っぽいのでいいと思います。丈は結構ね短めなので、160センチぐらい身長があるって方だとすごく短めにはなるかと思うんですけど、全然ミニで着ても可愛いと思います。150センチぐらいの方だとちょうどよく着られるのかなと思うんですけど、こういう感じでねすっごく可愛いのでめっちゃおすすめなんですけど、お花柄の A ラインのワンピースになってます。こんな感じでこのリボンがこういう風にウエストの部分についてて、こう前はこんな感じで、後ろをリボン結びにしてこういう感じで後ろにリボンが来る感じで着てもいいし、このリボンが前に来る感じで結んできても可愛いっていう、自分のね好きな着方でできるので、いろんな着方ができると思います。これは試着だけしたっていう感じなので、汚れとかも全くなくてすごく綺麗な感じなんですけど、少しだけなんか元々なのかなと思うんですけど、この後ろがボタンになってるんですけど、本当に少しだけ緩くなっているっていうのがあるので、この部分は少し気をつけて着ていただけるといいなと思います。こんな感じ、後ろは全部ボタンになってて、ボタンを外して着るっていう感じで、素材はこういうちょっと厚めの素材、布になってるので伸縮性とかはないんですけど、お花柄の A ラインのワンピースで、この上にカーディガンとか、これから春だったら着ても可愛いし、夏だったらこれ1枚で着たりしてもいいし、中に T シャツとかでちょっとふわっとした感じに T シャツで合わせると私は可愛いかなと思います。で結構ねこのスカートの部分広がりがある感じなので、すごく可愛いシルエットで着ることができて、ウエストもこう自分の好きなどれぐらいの調節とかもできるので、なので細見えとかスタイルがよく見えたりとかもあるかなと思います。でこのウエストのリボンは取り外しはできるんですけど、私はつけてきた方がいいかなと思います。すごく花柄で高級感とかはめっちゃあるんですけど、お値段は1万5000円ぐらいで、ちょっと安めに出品したいなと思っています。はい、こんな感じ、めっちゃね可愛いのでおすすめです。ということで5点目はこちら、ラルフローレンの、これはポロラルフローレンなんですけど、ラルフローレンのワンピースでした。これからの季節たくさん使えるのでぜひ買ってください。ということで次、はい、ということでそしたら次、続いてはドルチェ&ガッバーナの、これはもう最近までクローゼットに私が置いていたものなんですけど、続いてがじゃじゃん、はい、こちらです。こんな感じの、これもねワンピースです。なんか一時期ワンピースがめっちゃ好きで、ワンピースばっかり買っていたので、結構ワンピースのものが多いかなって感じなんですけど、こういう感じのね、これはジャンパースカートになっていて、一応冬物ではあるんですけど、全然春秋とかにも着られるかなって感じで、3シーズン着られるこういう感じのジャンパースカートになっています。柄がねすごく個性的な感じで可愛いので、すごくいいと思います。で長さ的には結構長めかなと思います。でこのスカートの裾の部分が少しふわっとするフレアな感じで、でもこの胸の部分とかはピタッとする感じになっていて、シルエットはねすごく綺麗になると思います。これもバックトゥースクールっていうやつなので、サイズが150センチなんですけど、大人の方でも全然ね160センチとかある方でも着ていただけるので、レディースの S サイズとして出しています。でやっぱりちょっと着ているものとかは少しだけ毛羽立ちだったりとかはあるかもしれないんですけど、でも汚れとかもなくてすごく綺麗になっています。でこれは伸縮性もあって、すごく素材がいいので、着ていてもすごく着やすいし、めっちゃ可愛いので個性を出したいっていう方にはおすすめです。でシェドっぽいクリーム色っぽい感じの色合いになっています。あ、ちょっとこのタグの部分が
少しだけなんか結構ね取れやすいので、ちょっとほつれて、わかるかな、ちょっとだけほつれているんですけど、それでもいいよっていう方はぜひ買ってください。これお値段が4万円で出品したいと思います。ということで6点でこんな感じでした。次で、これはね全然今の季節、これからの季節にも使えるのでおすすめです。はい、そしたら次はね靴になります。グッチの靴なんですけど、こちらです。じゃーん。これは本当に使いやすいかなと思うのでぜひ買ってもらいたいんですけど、普通に黒いバレーシューズでフラットな感じなのですごく履きやすいし、でこんな感じでちょっとなんかなみなみした感じのカットになってて、全体的にこういう感じなのですごく可愛いと思います。で黒なので本当にいろんな服に合わせやすくて、一年中履いていただける靴なんじゃないかなと思います。本当に合わせやすいのでこれはめっちゃおすすめ。ここにグッチのロゴがついていて、このねこういうカットがすごく可愛らしさもあって、ガーリーな感じに合わせても可愛いと思います。で 2,3 回履いたので、この底の部分のすれとかは少しあるかと思うんですけど、こんな感じでサイズが 36.5 っていうサイズになっていて、だいたい 23.5 センチぐらいっていう感じで、そんなになんかすれとかもなくって、汚れとかはないって感じなのでめちゃめちゃおすすめです。 2,3 回なのですごく綺麗だと思います。はい、こんな感じのねグッチの靴なんですけど、これは本当におすすめなんですけど、サイズが 23.5 センチ前後ぐらいの方に買っていただきたいなと思ってます。ちょっと 23.5 センチ以上の方だときつめになると思うので、それ以下22センチ台の方だったり、それぐらいの方に23センチとか履くっていう方に買っていただいたらいいのかなと思います。こんな感じです。めっちゃね可愛いのでおすすめです。はい、ということで6点目はこんな感じでした。次、はい、続いて6点目、6点目はちょっとプチプラなものも出してみようかなと思って、プチプラなものを紹介していきます。 H&M で購入したものなんですけど、こちらです。じゃーん、めっちゃ可愛くないですか。これは本当に可愛いのでおすすめです。もう花柄とかが好きな時期に買ったものなんですけど、これは動画で着たぐらいでそんなに着てないものになっているのですごく綺麗です。形がすごい凝られていて、プチプラなのにめっちゃね可愛いって感じで、ガーリーが好きな方にぜひ買っていただきたいなって感じなんですけど、こういう感じでこの肩の部分がシースルーになっていて、タンクトップなんですけど、このシースルーの感じがすごく可愛くて、若干透ける感じがあってすごく夏らしくて、こういうパステルっぽいピンク、全体的にお花柄と蝶々の柄になってて、ベルトもついているのですごくお得に買えるんじゃないかなと思います。でこれは膝上ぐらいの丈になってて、こんな感じですごく可愛いです。でベルトも調節をすることができて、これから取り外してベルトは違うものに使ったりとかっていう使い方もできるので、すごくお買い得にこれをね買っていただけるんじゃないかなと思います。だいたいこれは3000円ぐらいで出したいなと思います。後ろがファスナーになってて、すごくなんか H&M でプチプラなのに来られたデザインになっているのでおすすめです。ちょっと高見えするとも思うのでいいと思います。でこれは買った時からだと思うんですけど、少しベルトの部分、この先の部分に、これも写真出しておくんですけど、少し汚れのようなものがあったんですけど、全体的にすごく綺麗なのでいいと思います。素材はこういう伸縮性はない、まあ、布って感じ、こんな感じ、これからの夏とかにたくさん着られると思います。でこれの上になんかデニムのジャケットとか羽織ると、また春とかにも着られると思います。はい、ということでね7点目はこんな感じの、ちょっと H&M のプチプラのものを出してみようかなって感じなんですけど、こちらのワンピースでした。次、はい、そしたらちょっと今回出していくものは他にもねいろいろあるんですけど、一応今回紹介するものはラストになります。続いて今回の動画で紹介するものラストはケイトスペードのねものになります。こちらです。じゃーん。はい、これももう最近まで私のクローゼットに入っていたものになるんですけど、これはスウェットワンピースに
なってます。ちょっとピタッとする感じになってて、こういう感じで丈は短めになるんですけど、こういう騙し絵のプリントになってて、まあ、これは150センチぐらいの身長の方とか、それぐらいの方とかにぴったり着ていただけるんじゃないかなと思うんですけど、こういうグレーのちょっと薄めのスウェット素材って感じなので、秋とかにちょっと涼しくなってきたなっていう時とかから着ていただけるスウェットかなと思います。で、後ろはねシンプルな感じになっていて、これは数回着用で動画でも何度か着ていたかなと思うんですけど、これは私がすごくお気に入りだったワンピースになっています。はい、こんな感じでね、これは汚れとかはないんですけど、やっぱり着ていたものなので少しだけ毛玉とかはないんですけど、毛羽立ちはあるかなと思います。本当に少しだけっていう感じなんですけど、すごく可愛いです。袖もねこんな感じになってて、この騙し絵がケイトスペードらしくていいと思います。これもサイズ感出しておくのでぜひ見てください。これはお値段は 12,000 円ぐらいで出していきたいなと思っています。これはグレーなので、これもね使いやすかったりとか、上に合わせるアウターとかも柄物でも合うし、合わせやすいかなって思います。はい、こんな感じのねケイトスペードのワンピースでした。で、ちなみにこの他にも今回紹介したものはこれだけっていう感じなんですけど、あとグッチのワンピースと、あとプラダのお財布とアルマーニのワンピースとかを出していく予定なので、またそれはねサイトの方に載せておくので、そちらを見ていただけたらなと思います。はい、ということでこんな感じで今回売っていくものの紹介は以上になります。またなんかこういう売っていくものが増えたりとかしたら動画で紹介したいなと思うので、ぜひ次回の出品の動画も楽しみにしていただけたらなと思います。そしたら続いて注意事項などについてのお話をしていきたいと思います。まず出品する時間なんですけど、今日の18時、夜の6時から出品をしたいなと思っています。そこから、ね、順次出品をしていくっていう感じなので、そのねサイトを見ていただけたらなと思います。で、概要欄にも多分貼ってあると思うんですけど、出品していくサイトはメルカリに決めました。ちょっとラクマとかいろいろ悩んだんですけど、メルカリが一番いいのかなと思ってメルカリにしました。で、招待コードも貼っておいているので、招待コードを初めてメルカリを利用するっていう方はこのコードを入力していただくと、メルカリで使えるクーポンっていうのをもらうことができるので、すごくお得にお買い物ができるので、ぜひ招待コードからメルカリアプリまだ入れてないという方は入れてみてください。で、フォローするっていうところがあるので、いろいろね今後出品をしていく予定なので、フォローをしておいていただけると嬉しいなと思います。で、もしなんか全く売れなかった場合はメルカリはやめると思うんですけど、売れたらいいなと考えているんですけど、ぜひ皆さん買ってください。で、お値段なんですけど、そんなに安いお値段とかではないかとは思うんですけど、今言った大体のお値段っていう感じで、ハイブランドのワンピースとかだと5万円から10万円ぐらいっていう感じで、アウターとかになると10万円超えるものとかもあるかと思うんですけど、まあ今日紹介したものはこれからの季節にたくさん着ていただけるものかなと思うので、ぜひ皆さん買っていただけると嬉しいなと思います。で、こんな感じでハイブランドの他にもプチプラなものも出品していったりとかしたいなと考えています。で、発送までの期間は1週間以内には発送っていう感じで、なので1週間以内に発送して届くまで1週間ちょっとぐらいかかるかなと思うんですけど、まあ、それぐらいの、ね、期間で発送をしていきたいなと考えているので、それでもいいよっていう方はご購入の方お願いします。で、お値下げとかはお値段は自分で決めたいなと考えているので、なんかコメントとかいただいてもお値段とかは変えたりとかはできないと思うんですけど、いろいろね出品していきたいなと思っています。で、メルカリの評価が全くない方だったり、評価が悪い評価とかがある方はちょっともしかしたら売るのをお断りさせていただく場合もあると思うんですけど、まあね、こんな感じでいろんなものを売っていきたいなと考えています。で、発送とかは家族がやるんですけど、全部着ているものとかが多いので、まあ、見落としがないように気をつけるんですけど、中古品でも大丈夫っていう方のご購入をお待ちしています。で、お支払い
は期限以内の2日以内にお願いします。それを超えるとキャンセルをするっていうこともあると思うので、それは気をつけていただけたらなと思います。で、サイズが合わないとかイメージと違うっていう場合の返品は行えないので、そこは気をつけてしっかりと説明とかを見てご購入いただけたらと思います。はい、ということでね、こんな感じで大体の注意事項っていうのは以上になるんですけど、これを理解していただける方、ご購入の方お待ちしているのでよろしくお願いします。このね、フリマっていうのはずっとやってみたかった企画なので、売れたらいいなと思っているんですけど、なんか本当は実際に会ってフリマとかもやってみたかったんですけど、今ねコロナだし会えなかったりとか、まだオフ会とかもやっていないので、なのでこんな感じでメルカリとかを通して私のいらなくなったものとかを新しい方に来ていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでこんな感じでメルカリのことについての情報は以上です。はい、ということで今回はメルカリで売っていくものの紹介と注意事項などについてお話ししてみました。もしね、なんかいろいろ売れた場合とか、今後定期的にやっていって、また売るものとかを動画で紹介していきたいなと思うので、ぜひ次回のフリマイベントの動画も楽しみにしていてください。で、これはね、私がすごく気に入って買ったものになっているので、全部私の趣味っていう感じなんですけど、これを気に入って来ていただける方がいたら嬉しいなと思います。ということで、この動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。必ず注意事項とかを見てから買っていただけると嬉しいです。ということでね、今日の18時夜の6時から出品を順次していくっていう感じなんですけど、ぜひ皆さん見てください。もしね、この動画を最後まで見てくれた方で、いろいろ売っていくものを紹介したんですけど、この他にも売るものはあるので、欲しいものがなかったっていう方でもメルカリの方概要欄から覗いていっていただけると嬉しいです。で、まだ時間になっていないと思うんですけど、ぜひメルカリの方からフォローの方よろしくお願いします。フォローしていただけると、多分出品した時とかに通知がいくのかなと思うので、フォローして待っていてください。ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。私の動画ではハイブランド購入品紹介だったり Vlog、 いろんな動画を毎日平日は16時、土日祝日は朝8時に動画を投稿しているので、この動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。